急性前立腺炎とは、前立腺が細菌に感染して起こり、急激に発症する急性の前立腺炎のことである。正確には、急性細菌性前立腺炎とも言われる。前立腺炎は、多くが原因が解明されていないが、この急性前立腺炎は、原因が解明されている。尿道、血管、リンパ腺を通ってきた細菌が原因になるもので、 多くの場合は尿道を通して感染が起こる。細菌としては、大腸菌、緑膿菌等の腸内細菌が主なもので、その他には、腸球菌やブドウ球菌のような球菌によって起こる場合もある。発症するのは20歳代から60歳代にかけての男性に多い。主な症状として、高熱、下腹部痛、下陰部痛、 排尿困難、頻尿、膀胱炎とそれを併発したことによる、排尿痛、残尿感、筋肉痛、関節痛がある。通常は40度前後の高熱が出て、血液中の白血球が増える。また下腹部や会陰部などに痛みを起こし、それにより歩行野菜が難しくなることが多く、通常は入院して、絶対安静にして治療することになる。 炎症のため前立腺が腫れることになり、真中を通っている尿道が圧迫されて、前立腺肥大症に似たような症状が出る。また、膀胱炎を併発したような場合には尿に脳が混ざるようになり、肺尿痛、貧尿、残尿感などというような膀胱炎のような症状が出る。炎症が激しい場合には、肺血症にまで進展し、この場合には多臓器不全などで死亡することもある。 前立腺組織への高中級浸順像 AGE、染色急性前立腺炎の診断方法として、直腸心、尿と精液の検査、超音波検査の3つがある。直腸心の場合、前立腺は直腸から触れることができるので、直腸から前立腺を触れてみる。その際に固く腫れた前立腺を触れ、圧痛があると、急性前立腺炎と認められる。尿や、 精液の検査の場合、前立腺からの分泌物である、前立腺液に脳が混ざるようになる。射精した後や前立腺をマッサージした後に尿を調べてみると尿の中に脳が見られる。このため炎症が激しい場合には、精液が黄色くなる。しかし炎症が激しい場合は、マッサージなどのような操作は細菌を血液中に押し込んで、 敗血症を併発したりする危険性があるため、このような診断は行わない。膀胱炎を併発している場合には、尿の中に海である、白血球が認められるようになる。超音波検査の場合、腫れた前立腺が認められ、時には脳が溜まっているのが見られる。精液や前立腺液を培養して、細菌を調べ、その細菌に有効な薬を検査する。 治療に関してであるが、普通は入院して、絶対安静にして点滴などを行う。細菌が感染して起こるのが原因であるから、治療は抗菌剤が主体となる。前立腺に薬がたくさん行くような、前立腺に効果のある薬剤を使う。治療期間は1ヶ月から2ヶ月が目安である。また、高熱がある場合には、下熱剤の投与を行う。このように、 薬物療法により保存的に治療が行われる。ただし、前立腺が可能して脳が溜まっているような場合には、会院部の方から針を刺したり、切開して排納することがある。ありがとうございます。